投げまして2000本まであと2本。ワンアウトランナーが一塁三塁。落合の頭には2000本というのはやっぱり通過点であってあまりないでしょう。そうでしょうね。塁打まであと31本、500本塁打まであと33本、4000塁打まであと254と迫っております。今シーズンの落合、ワンアウトランナーが一塁三塁。内野陣はゲッツー体制。やっぱりね、打たれちゃダメだと思ってね、近めにね、投げるときはね、力入るんですよね。それがどうしてもね、浮いてますよね。なるほど。昨日の斉藤隆もそうでしたしね。落合は今シーズン13打数6安打。アベレージも4割6分2厘となっています。相手なんですね。向かってくるピッチャーですからね。ジャイアンツ打線はね、向かってくるピッチャーにはちょっと弱い。はい。気迫負けすると言いますかね。ちょっと逃げるようなピッチャーには非常に強いですね。なるほど。落合、五十嵐とは6打数2安打。前に飛んでないんですよ、うん、だけどね、ファールファールでね、変化球投げないとダメにしてしまうんですよね。なるほどね。これはボール、ツースリー。やっぱりバッてるんですよね。はい。谷本さん、ワンアウトですが、一塁ランナーはスタート、いや、切らない方がいいですね。切らない方がいい、この方がいいと思うんですよ。ツースリーなんで、送球を右の手のひらに受けましたが全く影響はありません。落合、ランナーはスタート。スタート来たんで、いい当たりですからね。それでも落合に立った方がいいと思いますけどね。6対4、ベイスターズが2点をリードしています。4回の表、昨日まではなんかこうモヤモヤした感じの広沢ですが、はい、今日は2打数2安打ですね。最初のタイムリーでね、ちょっとこう落ち着いたような感じを受けますね。はい。ワンアウト、フルベース。波切った。さあ、これは同点になるか。岡崎は今ホームイン。松井は やっぱり三塁止まった。今はどうでしょう。スタート切れたんじゃないですかね。ハーフウェイですね。ええー。見て。そしてスタート切らなきゃ、はい、なんでタッチベースなんでしょうかな。ライトのフェンス、研究所、阪神広島、6回に広島が山田の2号ツーラン、今日山田は2本のホームランを打っていますが、隔離から見まして4対0と、広島がリードしています。ミッチェルに3号ソロホームランが飛び出しました。3対0とダイエーがリードしています。日生球場、近鉄オリックス、6回の表まで進んで4対3、オリックスが1点をリードしています。山内が好投しましたし、はいはい、それでチェコがローテーションに入ってくるってことになると、そうです ね、まあ、新人でも山内も、ね、新人のような感じじゃないですからね、はい、まあ、チェコも VTR で見ただけですけど、まあ、トップは走ってますが今日は順次リードされています。何か、まあ、序盤始まったばかりですけれども、今年もなんか間違いないじゃないですか。やはりジャイアンツが開幕のヤクルト3連戦で、まあ、ある意味で言うとですね、負け越したっていうのが面白くしている一つの要因だから、その矢先にポーンと負け越しましたから、あれという気持ちになりましたよね。そうですね。石井のボールカウント 2-3、 6対6の同点。それもまだ早いんですけどね、はい、いろいろ諸々が出てきてますからね、まあ、オープン戦の時から橋本石毛の出来が心配ということだったんですが、甲
開幕戦ではね、そうですね、うん、バッターは進藤、バットの構え出してしまったと、で3回せっかく同点にしてもらって、よしこれからだと思ったけど、それがまた力みになってしまったと、はい、とにかく今日はコントロールが悪すぎましたと話してました。なるほどね。どうせ内野ゴロでアウト取っていくのはすっごくリズム乗れるんですよ。なるほど、うん、そうなんですね。そうなんですよ、それでピッチャーのインターバルの長い人ね、はい、リズムずれますよ。そうですね。進藤はバントの構え、ノーアウト一塁、尾形どうする、二塁へ、石山さん、バントがね、正面でちょっと当たりが強かったっていうのはありますが、はいはい、まあでもピッチャーとしてはね、タイミングドンピシャで取って、はい、ですぐ投げれましたからね、でそれであのショートのね、取る位置も一番いいところ投げましたよね。ランナーで滑り込んでこない、はい、で邪魔されないところに投げましたからね。なおかつ送球しやすい高さ、そうですね、まあピッチャーとしては完璧なプレーですね、あれ、はい、バッターは佐伯ですから、やってからスタートがちょっと遅れた。なるほど。その分だけね、一歩遅れて、そうなんですよ、一塁アウトと、はい、ツーアウトランナーがなくなっています。4回の裏のベイスターズの攻撃、7安打、空振りです。谷本さん、近藤監督はね、この佐伯を今シーズンなんとか3番でね、はい、定着させたいということを言ってましたね。大型野手ですからね、ただまあ春が来た場合はね、ちょっと難しいですわね、左ピッチャーの時は春が出て、佐伯を吹っ飛ばすか、あるいはこのままね、続けるか、楽しみな選手ですね。そうすると結局6番駒田、7番畑山というところで、7番までがこう長距離砲が揃うわけですからね。そうですね、はい、3番に座ってもその気持ちだけは変わらないんだそうです、うん、ただピッチャーとバッターが噛み合わないとやだなというようなコメントというのは、去年まであの自分のこと以外というのはなかなか聞かれなかったことで、はい、まあ、その審査と思ったらね、トンネル賞が三振賞がね、使ったもんなんですよね、はい、それで対戦したんですよ、うん、例えばね、黄金時代の西鉄時代の有力種の豊田さん、はい、素晴らしい選手になりましたね。最初は満塁でトンネルしたりね、私なんかもそうですもんね、もうフライを万歳したりね、三振したり、使ってもらえたから自信ができた、そして自分も努力しよう、極めて使ってもらいたいと思います。典型的な例がやっぱり世界の王貞治選手じゃないですかね。そうですね、そうです。当時の水原茂監督ですが、27打席ノーヒットだったんですかね。そうです。開幕からね、初安打はホームラン、そして世界のホームランキングへの道が開けたという、まあ、そこら辺は人と人との巡り合いっていうこともありますね。そうなんですよね。ブラックス打球選手、いい指導者に当たってヒントを もらうとね、それをこの種にして、自分が上手くなっていくんですよね。いい指導者に当たらないとどうしてもね、遠回りになりますね、これはうまく抑えました。